僕は愛を証明しようと思う。星さん、モテない中スペックの人族のオスが低スペのメスに対して重課金しても一切報われなくて搾取されるだけ搾取された後に、モテるとはどういうことか？おテーマにモテオスにメンタルチェンジするシナリオ。この漫画は大多数のオスがなぜモテないのか？という部分や、モテるというのはスペックの問題ではなく表現の問題だという部分を論理的に説明してくれる部分がベネ。例えばイケメソだけがモテると仮定すると今頃世界はイケメソか美女しかいない高スペの世界になるはずなのにそうなっていない。理由は性格イケメソの顔はそこそこなオット星みたいなやつや、ボー君のようなオーガハーレム構築してせっせここ作りするから顔面偏差値は一定のままなんだよって極論だったり。この本がノンケの人族のオスにとてもおすすめで絶対読んだ方がいいとおまんじゅうたちが思う理由はモテないオスは存在自体が社会全体の生産性を下げるからという部分。その辺は往生際の意味を知れってレビューでうだうだ書いたのぜ。というのも処女率と同定率のグラフを見るとそのグラフの申告が正しいと仮定すると DJ 率の方が明らかに高いんだよね。これは何を示唆するのかというと上位 1% がガンガン処女を切らしているって理由で簡単に言うとモテるオスはバカみたいにモテるがモテないオスは最後までモテないっていう二極が存在するって証明で、まあ社会全体の生産性がどうなろうと知ったこっちゃないんだけど、簡単に言うと〇〇ちゃんこんな可愛いのに独身なんてもったいないとかいい年なのにそんな化粧派手にしてとかクソ発言をするオスが存在することでメスの労働生産性が著しく低下するし、誰も得しないクソな社会がこの先も脈々と続いてしまい、うちらおまんじゅうがその手のクズオスとエンカウントするとうちらの生産性も下がるからです。別に人族のメスに忖度する、いわゆる非モテコミットをしろって言いたいわけじゃなくて言わなくていいことは発言しなくていいって話で、バカとかアホとか、相手がネガティブになる振る舞いは思っているだけで言う必要はないって話なのぜ。ところがモテないオスはトンチキなのか意味不明なのだけどやたらバカとかアホってメスに言いたがる意味不明な生物で、モテるオスは少なくとも無意識にバカとかアホとは言わないからその分社会全体の労働生産性を下げる効果は減るよねってお話。モテないノンケのオスが低スペに重課金したりして悲惨な目に遭うとかはお好きにって感じなのぜ。ただ単にうちらが交通事故に遭う確率を減らしたいっていうたった一つのシンプルな答えなのぜ。